はい、どうも、ケイキュンです。今日ですね、ピクセルリマスター、スイッチ版続きやってみましょう。今回は水のカオス、倒すところまでいきます。今回もサクサクいきますよ。まずは妖精の瓶、これ必要です。まあ、この辺は適当にね、ちょっと買って。到着。で、あの光を追いかける。この裏にいます。はい、これで必要なアイテム揃いました。はい、到着。いざ海底神殿。ここは結構宝箱あるんですが、まあ、無視っすね。巨人のコテと、あと、リボン。だけ回収する感じです。で、ここに重要アイテムあります。これは取らないといけないです。で、最初のフロアに戻って、いや、快適やね。サクッと終わるね。やめられない、止まらない。エンカウントオフ。ここまで来たか。早いね。めんどくさい奴ら。今回ワープキューブとチャイムまで取っとこうかな。巨人のコテゲット。リボンゲット。オッケー。あとはボス倒すだけ。はい、着きました。あっという間に。ユーフィーに装備しとくか。ちょっとアイテム整理して。はい、オッケー、行きましょう。
まずは攻撃力上げます。あ、ちょっと上げる前言っとく。戦うね。97。じゃあ上げてきます。回復。あー、倒されたか。じゃあエッジ強化しようか。フェニックスの、あぶねー。あ、まずは回復。エッジ最初70やったぐらいしたよね。パタ。はい、終わり。バイ。さあ、次行きましょう。で、ここに洞窟あるので、ここでアイテム回収して、めんどくさい組み合わせ。あ、しまった。力の薬とか必要ないから。オートバトル楽っすね。まあ、これもいいよね。セルリマスター本当プレイしやすいね。はい、リボンゲット。はい、サンキュー。さっき手に入れた石をどいてくれ。こいつに見せる。はい、で次ルフェインジの町に行きます。はい、着きました。で、こいつに話しかけて、次はミラージュと行きます。
ということで、今回ここまでご視聴ありがとうございました。